どうもディズニー大好きベーコンです。さあ今日はですねやってまいりました。題してガストンの声真似講座。はい、本日の動画はですね、名作美女と野獣より代表的なヴィランズガストン、そしてその取り巻きのルフー、このね二人の男が出てくるわけなんですけれども、彼ら声が特徴的なんですね。でその二人の声真似の仕方ハウトゥーを今日は、一緒に皆さんとやっていきたいと思います。じゃあまずやっていきましょうか。まあ美女と野獣見たことがないって人はね、今すぐディズニープラス登録して美女と野獣見てください。ガストンの方の声なんですけれども、かなりねハスキーな感じでね出すんですね。どんな感じかっていうと、そもそもルフー、今俺はあの子に目をつけているんだみたいな感じで行くわけなんですね。それに対してルフーっていうのは、我がスト世界一のハンターだよっていうような感じでめちゃめちゃ潰すわけなんですよ。この二人ね声の出し方が真逆なんです。じゃあまずガストンから行きましょう。平たく言いますと、ガストンの声っていうのは喉を思いっきりグンと開きます。皆さん普通に喋ってる時の声がまあこういうような声だとしたら、そこの声をうーっと上げてこんな感じに喋るわけですけれども、まあこのまま喋ると声っていうのはね、どんどんわーって広がっていくだけなんですよ。歌だったり、まああとはオペラ、演劇、ミュージカルとかっていうのが声をもっともっと鼻よりも上のところで、もっと言うと後頭部からファンと抜けていく声を出すようにするのが基礎らしいんですけれども、その要領で声を上に響かせるような感じでファーってこう出していく、そんなイメージなんですね。ただただただもう演劇に寄せた声ファーっとこう上げていくだけだと、ガストンとしてはまだまだ二流なわけです。一流のガストンになるとどういう風になるかというと、ファーっていうのに、蓋を閉じる、そんなイメージなんですね。ファーっとで、音の上下っていうものがあるんですけれども、ただただ喋る声だとうわっと上に上がるというようなイメージなんですけれども、ガストンの場合は蓋をしているんで、一瞬ポッと上がりきった後にグッと下がって普通の言葉のように喋るんですね。哀れな老いぼれモーリス、哀れな老いぼれモーリスみたいな感覚でございます。次にルフーの声ですね。これは一点ガストンとは打って変わって、声をできる限り潰していきましょう。潰していくとこんな感じですけれども、声の出し方のイメージは今はただただ潰しているだけなので、まっすぐに言っています。ルフーの場合はイメージはちょっとこれうえーっと左右に広げていくような感じで、うえーこんなようなイメージです。まあ先ほどのガストンは広げる、ルフーはうえーっと潰して広げる、うわーうわー百発百中だような感じですね。もうこれはねあくまで感覚です。声っていうものを皆さんにこう届かせるときにフォッとまっすぐにこう届かせるわけなんですけれども、ルフーの場合はこういうような、はみ出ちゃったらこういうようなイメージで、あなたの後ろの方にちょっと声をうわっと響かせるようなイメージで、世界一のハンターだよっていうような感覚でございます。ガストンの場合は後ろからフロンと行くような感覚で、ルフはうえっていう、そんな感じです。それではこの声を応用して美女と野獣の、ガストンとルフ初登場シーンっていうものを一人で演じ分けたいと思います。わあ、百発百中だ、ガストン世界一のハンターだよ。わかってる。どんな動物も案外狙えたら一コロだけどな。はっはっは。女もそうだけどな。そうともルフ、今俺はあの子に目をつけているんだ。発明家の娘に。そうだ、俺はあの子と結婚するぞ。だけどこの町一番の美人だよ。でもそれは最高の結婚相手だよ。それとも俺には無理だというのか。でもどうやって。一目見たその時からもう恋の虜だから、口説いて結婚しよう、出るは俺のものだから。はい、こんな感じでやっているんですけれども、これをね一人で芸やるときっていうのはね、喉を開いたり閉じたりしているのでね、結構体力勝負でございます。
まあ、実写版の方だとね、ガストンの声は結構ね、原作に近いんですけれども、ルフーの声っていうのは、何を隠そう、藤井隆さんなんですよ。原作の方は、うわーっていう感じなんですけれども、藤井さんの場合は、頼りなさげな声をね、演じられているので、割と声がクリアなんですよね。はぁ、君が心配、ガストン、そんなに落ち込んで、っていうような感じで、まあ、藤井さん歌うまいですからね、あの方はね。まあ、だからね、結構、ここのね、演じ分けってもね、相当難しいんですよね。まあ、ベーコン実践したんでね、別の動画でそれはね、ご案内しますけれどもね。じゃあ、最後に、原作のガストンの、ちょっと細かすぎて伝わらないものまねをして終わりたいと思います。そのガストンの前にも、一個小ネタがあるんですけれども、発明家のモーリス、ヒロインベルのお父さんですね。が、酒場で結構みんなにバカにされて、放り出されるシーンがあるんですね。すっごいガストンに似た感じのイケボのやつが登場するんですね。それもちょっと演じた後にガストンの言う名シーン、名シーンというか、まあ名シーン、そこをちょっと一緒にやりたいと思います。ありがとうありがとう朝もの変なジジイだ、イカれてる、あいつはいつだって笑いものだ。哀れな老いぼれモーリス、哀れな老いぼれモーリス、俺は考えた。こっからね、歌に変わるわけなんですよね。美女と野獣って本当にね、名シーンが多いんですよ。ね。というわけで、今回の動画はここまでです。チャンネル登録よろしくお願いします。素敵なディズニーライフをお楽しみください。それでは、グッドナイト。